はい、それではニューラルアンプモデラーを試してみるということで動画を作ってみましたのでご覧ください。エコ参考までに私が使っているオーディオインターフェースはタスカム US22HR という、まあ、比較的手軽に手に入るものです。ご参考まで。はい、まずはアプリケーション下の URL 貼ってますんで飛んでいただいて、この WinZip ですね、これをダウンロードします。はい、でこの ZIP ファイルを開いてインストーラーファイルをデスクトップにコピーしております。でこのインストーラーファイルを実行します。はい、まあまあ注意書き全部アグリーメントアクセプトしまして、フルインストレーションで問題ないです。インストール、一瞬で終わりました。はい、まあまああまり気にせんといきましょう。はい、で今インストールしたアプリケーションはこの N のところですね。はい、ここに入ってます。これを実行する、これを実行するとスタンダードアローンが起動します。で今度はプロファイルを手に入れます。下の URL 飛んでいただくとこういうところへ飛びますんでね、非常にたくさんのファイル、それと一部 IR ファイルも入ってます。これをダウンロード、はい、このままダウンロードで問題ないです。はい、完了というところですね。でこれ RAW ファイルっていうのは、これ WinRAW っていうねアプリをインストールしていただいた方がいいかなと思います。無料で手に入りますんで、でこんな形で回答します。はい、するとこういうフォルダができて、この中にですね、はい、フォルダを開けていくとこの .num っていう拡張子のファイルが大量に出てきます。これが全て、プロファイルということになります。はい、他のフォルダーにも入ってます。はい、この上のとこにも入ってますね。はい、一番上はこれ IR ファイル、キャビネットのファイルです。はい、でちょっとね最初に設定しないとダメなんですけども、オーディオインターフェース入れてはる方っていうのはだいたい ASIO ASIO のドライバーを使われてるんで、はい、これを選んで自分の使っているオーディオインターフェースの ASIO を選んでいただいて、はい、でサンプルレートはまあ 44.1 でも48でもいいかなと思いますけど、まあまあ48にしておきましょうと。はい、これで一応準備は OK と。でね、こんなシンプルなインターフェースでございます。まずは一番左がインプットレベル調整で、2番目がこれノイズゲートですね、オンオフできます。はい、でその右側はトーンコントロール、これもオンオフできますと。で最後がアウトプットレベル、非常にシンプルなインターフェースです。ではではプロファイルを読み込んでみましょう。デスクトップに、保存しました先ほどのフォルダーの中にですね、大量の NAM ファイルが入ってます。プロファイルですね、まあ、どれか試しに選んでみましょうか。この5152 Lead No Boost、はい、これ選んでギター弾いてみましょう。どうぞ。はい、なかなかいい感じですよね。はい、ではではその次ですね、このキャビネットの鳴り IR、
この IR ファイルも読み込んでみましょう。はい、これ下3つはね、なんか読み込みできなかったんで、上の2つを使おうかなと思います。まずはキャブ1、これでちょっとギター弾いてみましょうか。はい、なかなか箱鳴り感がね出てるかなって感じ。もう一つぐらいプロファイルね試してみましょう。確かねソルダーノのやつがねあった。あ、これこれこれ、ノーブーストでいいか。どうしよう、あ、ノーブースト、はい、ノーブーストでちょっと鳴らしましょう。ちょっとカリッとした感じかな。はい、これもキャブ1でちょっと鳴らしましょうか。まあいい感じですね。ちょっとキャブファイル変えてみましょうかね。マッシブキャブ。ね、これもいい感じ。ね、いい箱なり感。まあ無料ですんでね、まあ一遍試して損はないかなと思います。スタンダード、このスタンダード版とあと VST プラグインも同時にねインストールされますので、ぜひお試しください。